はい、こんにちは、レトスノーノです。9月30日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます。予想模試の値上げまであと数時間となりました。明日の夜中0時なので、今日の夜中に値上げとなってしまいます。お早めにお申し込みください。15日あれば3回分の復習まで行うこと可能なので、残りの期間でさらに1段階理解を深めて、過去問の関連問題や応用問題、これらを解けるようにしていきましょう。予想模試についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからお申し込みいただけます。それでは本日の3問に入っていきます。相続人は非相続人の死亡後で、遺産分割前でも他の相続人の同意を得なければ自己の相続分を第三者に譲渡することはできない、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。これ答えはこれ×ですね。自己の相続分については第三者に譲渡することは可能です。これぐらいの問題が魔法試験の普通レベルの問題です。理解学習ができているかを確認するためのいい問題だと思います。そもそも問題文の状況が理解できない、この問題を見たときに共有の分野と関連づいていることに気がつかないという方は、理解学習が実践できていない証拠なので、再度勉強の仕方を見直しましょう。この問題自体簡単な問題なんですけども、難しく見えるため解けない方がやっぱ多いんですね。理解学習を行えば難しく見える問題であっても解けるようになってきます。ではこの問題の考え方をお伝えします。遺産分割前の相続財産というのは相続人の共有物なんですね。そして各相続人はこの共有物について自己の相続分について持ち分を持ちます。で、持ち分っていうのは所有権っていうふうに考えていただいて大丈夫です。したがって各相続人は自分の持ち分、自分の所有権については他の相続人の同意がなくても自分のもんだから、それは自由に使用したり収益したり、また処分することができるということなんですね。で、この問題は共有の分野とつながりがあるんですけども、共有物の処分のルールについては、自分の持ち分については共有物の一定の割合の所有権だから、その処分は自分一人でできるっていうルールがあるんですね。共有物の全部を売るっていうことは、これは全員の同意が必要ですけども、自分の持ち分だけを売るっていうのは自分の所有権だから自分勝手に売ることができるよっていう話なんですよ。例えば ABC3 人が持ち分3分の1ずつ建物を共有していると仮定しましょう。 A は自分の持ち分3分の1を単独で売却することができるということなんですね。このルールを使えば今回の問題も導けます。つまりあえて本問について覚える必要ってないんですね。このルールを使えば解けるわけだから、あえて新しくルールを追加して覚えるっていう必要はないということなんです。これが理解学習なんですね。理解をしておけばいろんな問題が解けるようになってくるんですよ。なんでそのような勉強をぜひ行っていただければと思います。では問い2に入ります。信託業法第3条の免許を受けた信託会社で宅地建物取引業を営む者は、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなされるため、営業保証金を供託した旨の届出を国土交通大臣に行わない場合は、国土交通大臣から免許を取り消されることがある、丸か×かという問題です。答えはこれ×ですね。これは営業保証金の問題というよりは免許の要否の問題かなと思います。そもそも信託会社っていうのは国土交通大臣に届け出るだけで宅建業を適法に営むことができるんですね。で、これっていうのはそもそも信託会社っていうのは免許のルールが適用されないんですよ。宅建業法の免許のルールが適用されません。よって免許を取り消されるってこともないんですね。だから誤りというふうになります。きちんと理解をしていれば答え導けるんじゃないのかなと思います。で、問3です。都道府県が都市計画区域を定める場合、あらかじめ〇〇および〇〇の意見を聞くとともに〇〇に協議し、その同意を得なければならない、括弧に当てはまる言葉は何でしょうか。答えは、都道府県が都市計画区域を定める場合、あらかじめ関係市町村および
都道府県都市計画審議会、この2つの意見を聞くとともに、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならないっていうことです。これは都道府県が都市計画区域を定める場合の手続きの流れです。一方で、国土交通大臣が都市計画区域を指定する場合、定める場合の手続きの方法っていうのは、あらかじめ関係都道府県の意見を聞くっていう話なんですね。つまり若干違うんですよ。このあたりは対比して覚えておきましょう。この点については注意事項があります。で、注意事項については、個別指導の中でお伝えする流れになりますので、個別指導の受講者さんは受講者専用のメルマガからご確認ください。勘違いしている人が多い部分なので、きちんと押さえておきましょう。そして初めにもお伝えをした通り、予想模試の値上げまであと数時間となりました。今日の夜中、明日の0時になりますと値上げとなりますので、お早めにお申し込みください。15日あれば3回分の復習まで可能です。残りの期間でさらに1段階理解を深めて、過去問の関連問題や応用問題を解けるようにしていきたいという方は、ぜひ弊社の予想模試ご活用ください。弊社の予想模試はこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからお申し込みいただけます。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスの小野でした。